大熊座くさい星は、大熊座の構成で四等星。連星であることが発見された初めての構成で、複雑な連星形を成している。1780年に、ウィリアム・ハーシェルによって連星であることが発見され、1827年に、フェリックス・サバリによってその軌道が計算された。軌道の計算自体は、ニュートン力学に基づくもので特に画期的なものでは、 なかったが、太陽系以外の天体にも、同じように、ニュートン力学が成立することが発見されたという点において、画期的であった。共に太陽とよく似た G 型主系列星である4等星の A 星と5等星の B 星が、平均距離 21.2AU の軌道を59.878年の周期で周回している。そして、A 星、B 星それぞれが、分光連星である。 A 星の伴星は1.833年の周期で周回しており、おそらく M 型の赤色矮星であろうとされている。B 星の伴星はわずか3.98日で B 星を周回している。発見された当初は褐色矮星ではないかと予想されたが、現在では M 型の赤色矮星であると考えられている。また、B 星のペアの周囲を回る別の伴星の存在も示唆されている。 さらに、約一度離れた位置にある15等級の赤色矮星や約10分ほど離れた位置にある19等級の褐色矮星もこの星系の一部ではないかと考えられており、全体では5から7個の恒星や順恒星による複雑な連星系が構成されているとみられる。この星系の年齢は60億年と推定されており、太陽系より15億年ほど年長である。また、 金属量は太陽の半分程度である。型有名のアルラアウストラリスはアラビア語で一番目の足跡を意味するあるカフザあるユーエレという言葉に由来する。これはもともと臭い星と乳星のペアに付けられていた名前でイオタ星とカッパ星のペアラムダ星とミュウ星のペアとともにガゼルの足跡という意味のコホザートアルジーベというアラビアのアステリズムの一部であった。 入生には、ラテン語で、北を意味する、ボリアレスが、臭い性には、南を意味するオーストラリスが付けられている。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の固有名に関する、ワーキンググループは、アルラオーストラリスを、オーグマザ臭い生への固有名として、正式に承認した。ありがとうございます。